こんばんは。のぼしに来ました。ありがとうございます。こんばんはに。日曜日の定番スポットです。外の音が、今日はあんまり外の音入らないようなお部屋に通してもらったんですけど、危険なので、イヤホン通して配信します。こんばんは。ヤッホー。伸ばしに来ました。そういえばクマためっぱなしだ。あ、大放出でお願いします。クマちゃんも大放出で伸ばしに来ました。ありがとう。こんばんは。とりあえず投げていきます。ありがとうございます。待って、ジーンさんもアーニャさんも また来てくれてありがとうございます。こんばんは。皆様こんばんは。茶気温泉の大竹ひとみです。よろしくお願いします。ヤッホー。バレないうちに、あ、結婚して投げてる。結婚してはダメです。バレてます。バレないうちにじゃなくて、しっかりバレてます。あ、結婚して10個も投げてる。あー、これはやってますね。うちのルールにのっとって何回をやり始めていますね。ジンさんもダメです。10個投げても、結婚してだけはダメです。ああ、結婚して、ああ、そんなやり方 結婚して1個でも10個でも、ダメでーす。これはね、ちょっとルールなんですよね。茶器温泉的にはちょっと結婚してはできないですね。残念ながら。こんばんは。あら、茶器温泉さんの、ルームに来ているいつもの皆さんも向こうのルームにお邪魔してるんですね。いいですね。楽しんでますね。こんばんはにです。やっほー。のぼせに来た皆さん、こんばんは。あきらんさん、200回目の訪問ありがとうございます。嬉しい。これからもよろしくお願いします。Thank you。300回目も来てね。ありがとう。あー、また 島かりさんまで結婚して10個も投げてしまってるじゃないですか。あー、ダメでーす。それはダメでーす。なんだか、結婚してを投げる適用するの早くない？とコメントにありますけど、あー、それダメでーす。R さんが結婚しては吹き込んでました。あー、それもダメでーす。おつおつ、こんばんはにー。おつありー、こんばんは。ちょっと昨日はね、本当に体調がもうインフルエンザかなっていうぐらい危なかったんですけど、本当にって感じ。マジでね、急に昨日体調悪くなっちゃって、やばいんじゃないかなと思ったら復活しました。おめでとうございます。あー、ほら、ゆうきたんまで10個投げるじゃないですか。結婚してはダメでーす。それはダメでーす。ドラちゃん、クマ、ゲームクマさんもありがとうございます。嬉しい。ありがとう。なんか結婚して多いぞ、今日。おかしいぞ、おかしいぞ。なんか結婚してギフトが増えてるな、いつもより。おかしいな、ダメでーす。相変わらず悪ノリが素晴らしい突破隊ね。なんか映っちゃってる。このルームでは結婚してギフト挨拶だと聞いてます。おかしいおかしい。お三方に脅されました。あー、私の知らないところで。本当に本当に。11ギフトも熊ギフトも金のグリッターも皆さんありがとうございます。こんばんは。あら、すみさえさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。初めて突破だ。ありがとう。突破隊371人になりました。ありがとうございます。嬉しい。Thank you。ありがとう。やったやった。これからも応援よろしくね。ありがとう。地味に石油アバター別バージョンにしました。私もそのルームさんにお邪魔してもらったんだ、実は。はい。実はもらいました、そのアバター。可愛くて。あーのやつ。マーモットの。コメに忙しくてギフトを投げれない。だって、ほんとコメントもギフトもなんかたくさんで、タイムラインが 大荒れです。ありがとうございます。
みんなすりつけ合ってる、本当にそう。 みんな誰々に言われて、誰々に言われたんで、誰々が何とかなんで、 みんなで責任のすりつけ合い、なすりつけ合いみたいになってますけど。 本当に。 僕は石油王なので、いつの間に。 こんばんは、のぼせに来ました。やっほー、こんばんは、にでーす。茶気温泉の竹ひとみです。よろしくお願いします。待ってね、今画面見たらさ、300万ポイント超えてたんだけど。ありがとうございます。ねえ、やばい。やばいやばい。まさかの310万ポイントいってました。今週えぐい、本当にありがとうございます、皆さん。本当、一人一人のご協力のおかげです。あ、ヒロさんのファンレベル10に上がりました。3ヶ月連続の3回目突破対372人になりました。ありがとうございます。372突破です。イエーイ、ありがとう。ぜひ4ヶ月目もよろしくお願いします。ありがとうございます。待って、すごいんですけど。テラフォーマーズみたいな椅子ということはビッグエコーですね。はい、そうです。日曜日よくカラオケルームからお送りしますけど、今日も来ました。シートゴージャスです。はい。球 根で稼いだかな、本当にね。本当にいいんだか悪いんだか。たけさんのリスナーさんも遊びに来てください。楽しいです。ああ、本当ですか。よかった。私が最初に居心地いいなと思ったルームなので間違いないですね。 突破隊となんかいい交流があるみたいで、私もなんか微笑ましく見ています。さっき温泉さん、なかなか2回目遊びに行けなくてごめんなさい。今日はね、あれだったんですよ。私の父上が今日がお誕生日で、還暦祭りだったので、親戚一同集まってお祭りしてました。茶器温泉はずっとお祭りしています。昼もお祭り、ここもお祭り。皆さんこんばんは。だってこんばんはに。やっほー、こんばんは。せっかく来ていただいてる方々もいるので歌ってみて。そうですね、ぜひとも。海海さん、200回目の訪問ありがとうございます。うれちー、ありがとう。ぜひ300回目も来てくださいね。あと100回。 よろしくお願いします。赤いちゃんちゃんこ来た。はい、来てました。 はい、鮭の父上様と誕生日同じだ。そうなの？ってことは今日誕生日？おめでとうございます。それはおめでとう。恵子さんもおめでとうございます。鮭パパもおめでとうございます。 イエーイ、そうだったのね。めでたい、みんなでおめでとうだ。やったやった。ウーロン茶です。はい、ウーロン茶でーす。おめでたいね。突破隊のお誕生日はみんなでお祝いするものだ。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。チャキパパ温泉さんもおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございますと結婚しては結びつかないですからね。仁さん、何回投げてもダメです。それに関してはダメです。おめでとうござ、結婚おめでとうございますじゃないですか。違いますから。ダメです。悪ノリが過ぎるんですよ。ギフトかかってますからな、やんなくていいんですから、本当にもう。誕生日にはけでしょ。違う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 、そうじゃないですよ、本当に。 あ、タロイヌ46さんのファンレベルが10に上がりました。9ヶ月連続の9回目。待って、順位も上がってる。 突破隊が373人になりました。ありがとうございます。373突破。ぜひ10ヶ月目も突破隊になってね。ありがとう、嬉しいです。すごーい、突破隊も増えるし、なんと、なんかさっき画面にドーンっていうの出なかったんだけど、6位になりました。すごーい、待って、なんかすごい勢いなんですけど、6位になった。
でもなんかほんと接戦というかすごい状態じゃないですか、この、はい、今回の今週の来、今週とか来週のイベントってマジで本当になんかアワード常連の人たちやばみみたいな感じだから、ほんとあまりみんな無理しないでね。ありがとね、協力してくれて嬉しいです。崎温泉はなんかアワードのトップランカーっていうやつじゃなくてネクストなので、今年から始めた人たちだから、それこそ今超上位にいる人たちとはちょっと競ってるこのね場所が違うんですよね、正直。なのであまりここのランキングでこうどうしても上に行かなければっていうわけではないんですけど、ネクストもやっぱ1位通過したいなって気持ちはあるので、ここで参加させてもらってます。頑張らせていただいてます。皆様も無理のない範囲で茶気温泉を2024最後まで応援してください。よろしくお願いします。来週最後の金食いにぶちまけてそのまま静かに眠ります。眠らないで ゆっくり遊びに来てください。はい、ありがとね。じゃあげー、こんばんは。やっほー。静かに眠ります。やばい。やっほー、こんばんは、にでーす。どうもどうも。カラオケ、せっかくならしますか。カラオケ配信、ちょっと、茶気温泉さん、なんか鼻声なんですけど、はい、喉自体は復活したので。久しぶりに。ゆうちゃん、添い寝します。やばい。私が笑っちゃったんだけど ネクストトップランカー。いや、来年はトップランカーで。どうだろうね。そこまで行ったら大変だよ、毎週。本当に。体調はね、良くなりました。薬飲んで、なんか1日20時間ぐらい寝た、昨日トータルで。そしたら復活しました。あ、新高島平から行きますか？ 大火から、突破隊大火から歌いますか？これは絶対みんな知ってますからね。はい。大火とか言うともう何の話って感じですけど、これは誰でも知ってます。はい。行きましょう。久しぶりですね、なんだかんだ歌うのは。せっかくならアイドル曲もね、まあいろいろと歌っていきましょう。みんなコメント欄に書いといてください。いつも通り、あ、これねっていうやつ書いといてください。後で拾います。新高島平、違うんですよ。新宝島です。新高島平イコール新宝島のことです。スラングが多すぎ。映画館でライブが見れる、マジ。そうなん。次だ、その月だ、その月との背を引き続けて。次の目的地を、目的地を描くんだ、宝島。この名が君を連れて行くと、ていねていねていねに描くと、揺れたり震えたりした線で、ていねていねていねに描くと決めていたよ。初見の人何かと思うわな、これ。次もその月も、その月もまだ目的地じゃない。夢の景色を、景色を探すんだ、宝島。このまま君を連れて行くと、ていねていねていねに歌うと、揺
けど。鹿せんべい、これ何のことかっていうとね、空耳アワードなんですよ、これは。ね。これはもう初見さん殺しですけど。ラストサビでわかるとすごい先で声流れて鹿せんべい言ってしまった。このまま君を連れて行くよ。揺れたり震えたりしたって、丁寧丁寧丁寧に歌うよ。それでも君を連れて行くよ。君の歌を答え合わせるのがいい。鹿せんべいがね、鹿せんべいですよねっていう感じですか。これがうちの配下です。久しぶりに歌いました、うちの大歌鹿せんべいでした。やったー。次何歌おうかな。次は何にしようかな。ダンスホールもありましたね、さっき。じゃげー、やっほー、こんばんは。クマブーストランキングも6位でびっくりありがとうございます。すごい、待って、クマブーストランキングも6位で、今週の今イベント最終日って言ってるやつも6位、ダブル6位になってる今。すごいね、ありがとう。本当に持ち歌新橋、新橋もう本当に誰もわかんないよこれ。全力シンパシーはやりましょうかね。久しぶりに歌おう。てかカラオケ自体久しぶりじゃない？私そんな気がするんだけど、歌ってないよね、なんかね。重力シンパシーはどこにいる？にゃー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 、あれどこにあってる？どこに合ってる？え、どこにあんの？なんかいつもの場所にないんだけど。少女たちよ初日、従順な、あ、あったあった、十年桜の下にありました。こんばんは、やっほー、こんばんは、やっほー。ね、そうだよね、久しぶりって思ったでしょ。そうなんですよ、私なんか歌うの久しぶりだなと思ってね。え新橋って、新橋って、新橋って久しぶりの新橋だ。歌ってみましょう。レッツゴー。全然違う。すごい、プリンターが爆発しすぎてる。ありがとうございます。
の近くなのに離れて感じる君は夏の二つ前の席声をかけるにはちょっと恥ずかしい何度恋をしても慣れないねカーブ曲がり体が傾く時その方向は同じさ君に重力心配何も話せなくても確かに今僕らは一つになる君に重力心配後ろ気づかなくても分かり合える日が来るよもうバッチリ振り付け入ってる入ってるこんばんはのぼせにしましたありがとうございます窓が曇るほど乗客は多く君の顔が影で見えなくなる喋るその声に耳を傾けて僕は胸の奥をときめかせたバスが急にスピード上げた瞬間に一緒にどけそうだ愛は重力レンズそこにいるそれだけ二人はそう地球を所有する愛は重力レンズ存在認知されてなくてもそのベクトル進めばいい懐かしい実は今日昼間 AKB を聴いてましたうん君に重力心配何も話せなくても確かに今僕らは一つになる君に重力心配いつか同じ重さで愛についてはもうだろうあすごいこのタイミングで突破隊が増えた嬉しいジェガンさんのファンレベルが10に上がりました10ヶ月連続の10回目突破隊が374人になりましたありがとうイエーイありがとうございますそして初めて来てくれた方もめっちゃいっぱいいるありがとうございますすごーいなんか初見さんがいっぱいいる茶気温泉の大竹ひとみですよろしくお願いしますやっほーゆったりまったり配信してます今日はイベント最終日なのでよく歌いますよろしくお願いします今のは重力シンパシーでした今日はねなんかめっちゃ古い曲を聴いてた Dear My Teacher とかあの辺聴いてたスカートひらりとか聴いてましたじゃんじゃじゃじゃんじゃ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 んじゃんじゃじゃじゃんじゃ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 んとか歌ってたんですけど歌ってたじゃん聴いてたんだけど入ってないんだよねそのカラオケにビンゴ行かないビンゴいいねビンゴやりますかビンゴ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 これかビンゴ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 
ビンゴビンゴこんばんは。君に虹は歌いたいんですけどカラオケ機能に入ってないんですよ。これが問題ですね。ビンゴビンゴ。君のカップリングウィズはいいね。とりあえずビンゴビンゴできますか。ワンツースリーフォー。あ、これ歌うの大変ですか。思い出した。わけなんて何もない、紹介された瞬間稲妻に打たれたの。通りの理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せない。スピードで目と目が合うと心の奥で思わず叫んでた。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた。ビンゴビンゴ、今日ビンゴでした。イエーイイエーイ、ビンゴビンゴ、イエーイ。懐かしい。
ビバハリケーンとか入ってないよ、残念ながら。シア状、さっきあったなんだっけ、リクエストも。カップリングウィズもシア状も、もう高い曲ばかりリクエストすんだから。今でも踊ってみたりするん。しないね。しない。踊るタイミングがないですよ。はい。たけちゃん、こんばんは。こんばんはに、やっほー。茶気温泉の大竹ひとみです。よろしくお願いします。だよね、そうだよ。歌う機会も少ないのに踊る機会があると思うか。家で勝手に流して踊ってることはないんだな。さすがに。のぼせに来ました。やっほー、こんばんは。でも今日、アイドルなんかじゃなければとか、あとなんだっけ、踏切の向こうのとか聞いてみたんだけど、結構忘れてた。本当に。前も言ったかもしんないけど、最新曲披露する回数が少ないから、やっぱり覚えてなかった。新曲側の方が。え、待って、イベント終了まであと10分だって、もうそんな時間になってしまったんですね。今日15分から始めたからね、結構あれでしたね。45分ぐらいしかイベントの時間なかったから、すいませんね、遅くなってしまって。そう。公演曲のが回数的には覚えてますね。公演曲とか、あとはなんか、ポニッシュとか、サウンズグッドとか、なんかそういう結構コンサートで毎回やってますみたいなやつは頭に入ってますね。わーすごい、待って、グリッターとクマさんがいっぱい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 で、なんと大喜利指数が 15,997 になってます。やばすんぎ、ありがとうございます。やばすんぎすんぎです、本当にありがとう。踏切の向こうの意味に向かって、ラストシングルがアイドルなんか、あ、そうそうそう、アイドルなんかです。あー、コヘシャーのファンレベル10に上がりました。いつもありがとう。9ヶ月連続の9回目突破隊が375人になりました。ありがとうございます。すごい、ありがとう。375突破です、イエイ、ありがとう。これからもよろしくお願いします。あ、結婚してはダメです。あ、11ギフトもありがとうございます、嬉しいです。あれだけ練習した縁結び、え、本当にそうなんだっけみたいな、なんかもうもう全然できない。びっくりしちゃった。私もいけっかなと思ったんだけど、もう何も覚えてなかった。ぐちゃぐちゃ、何も覚えてませんでした、残念。ひーちゃんも再デビューしてすごいね。ね、本当にそう、すごい。黄金玉入隊失礼します、やばい。黄金玉の貴重な産卵シーン出た、やばい。本当に。おもろすんぎ。え、皮膚やばいんですけど。ちばらき、ちばらき。もうイベント最後の10分に何の話してるんですか。ちば、しが、そが、通じんだよな、全部通じるんだよな。え、ね、グリッターもすごいけど、クマもすごいけど、11ギフトもすごいんだけど、ありがとうございます。踏切の向こうの、え、ひでまるさん、ありがとうございます。ひでまるさんのファンレベルが10に上がりました、ありがとう。7ヶ月連続の7回目です。突破隊が376人になりました、ありがとうございます。嬉しい、 Thank you。 376突破です、ありがとうございます。いつもありがとうございます。
そしてなんかクマランキングが5位になってます。ありがとうございます。何事すごいんだけど、ありがとうございます。クマ祭りブーストランキング現在5位、何事ですか。ありがとう、嬉しい。うわー、駅竹内マリアお願い。了解です。歌いたいんだけど、イベント終わったタイミングのカラオケでいいですか、今日の10時以降でイベント終わるまでは割とアップテンポのやつをね選曲しがちなので、それが終わってから駅歌います。ミラーボールありがとう。あーさーありがとうございます。歌ってないのにミラーボール定期。あーさーのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。ナイスー、ありがとう。7ヶ月ぶりの2回目、そんな久しぶりだったっけ？ありがとうございます。突破隊377人になりました。ありがとうございます。久しぶりじゃないですか。ありがとうございます。やったー。Thank you です。そしてお子様ランチさんのファンレベルが10に上がりました。お久しぶりだ、ありがとうございます。2ヶ月ぶりの3回目突破隊が378人になりました。ありがとう、 Thank you、 嬉しいです、ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。久しぶりにありがとうです。快速と動体視力、君が思ってるより待てんの。快速はちょっと A ビメロ怪しいけど、いけなくはない気がするけど、確実な摩天楼を先に歌おうかそうね、君の姿、タラララララタタタタラララララタチャチャチャタラララタタタタラララララ出てこないわ。タラララララララ終わっちゃうわ。タララ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 ラ I love you じゃないのよ。流れればわかるもんかな、全然わかんないもんかな、謎です。もう何年も聞いてない気がします。大ピンチ。こんばんは、サウナ行きたい、ヤッホー、次がイベントラストかな、そんな気がする。この曲でイベント終わりそう。せーの、長距離バス目指すニューヨークシティ窓の空の向こうに何が待っているんだろう、夢の踊り子が生まれた街を都会に憧れた摩天楼が彼方伸ばして掴もうとしているものはブロードウェイのステージのスポットライト、どれだけの湿度と涙を引き換えにするつもりか、神様彼女にご加護を。
失ったもの夢を本当だ6位にいるトランク一つ引きずりながら手をかざし見上げる摩天楼まで近すぎるかなこの高さがわからないよ届きそうで届かないはしごを探して真っ白な T シャツや心を嘘をついて汚さないで神様彼女に個人をすごいまさかのあれだ6位以内に入ったからじゃない多分そうだと思う武雄温泉多分ランキング上がったから公式さんが来てくれましたやったありがとうございます私はネクストトップランカーなので他の方々よりも違うランクだけど1位目指して頑張りますとてもまぶしく掴もうとしているものはブロードウェイのステージのスポットライトどれだけの失望と涙を引き返りするつもりか神様彼女にご加護を嬉しいありがとうございますわざわざ来ていただいてこの竹を作るのが一緒にってねライフランキングにいらっしゃるイエーイありがとうございますイエーイじゃないよあちょうどイベント終わった待って待ってさすがにちょっとタイムマネジメントが完璧すぎるなあまりにもねえやばくない？摩天楼歌い終わった直後にイベント終わんのうますぎんイベントお疲れ様ありがとうございますありがとうございます17日間お疲れ様はちょっと別のイベントですけどえすごいなんかいろいろとなんかこのイベント最終日おもろいことが起きましたお疲れ様さみんなありがとうキングリッターのなんかね曜日指定のやつがあったり今週のなんか競合さんたちがいっぱいいる中でのイベント参加だったり大変だったと思うんですけど1週間ありがとうございましたイエイやばすぎ大喜利指数が2万超えてるって本当だ2万3109だってわーすごすんぎです。ありがとうございます。本当にありがとう。なんかわかんないけど、どこの何を見られてるかわからないんですけど、なんか公式さんコメントされないからドキドキしちゃうんですけど。こんばんはに。茶気温泉の竹ひとみです。よろしくお願いします。曲中になんとなく話してしまったんですけど竹温泉はネクストトップランカーで今ノミネートされてると思うのであの AKB 時代の時のアワードは2年前に受賞したと思うんですけどちょっと今年はネクストトップランカーとして一般枠としてアワードに改めてね行けたら受賞できたらちょっとエモいなと思って2度目なんだけど一般枠として初めてのねやつで頑張りたいと思ってますはいありがとうございますおーちょうどこのタイミングで去っていった何を思って何をしようとどうなったんでしょうか待ってなんかさ前違う時のアワードの審査員の方はさなんかコメントしてくれたじゃんそうなんですねみたいなカニすごいですねとかなんかタコだかカニだかすごいですね頑張ってくださいねみたいなさコメントくれた審査員の方もいれば何もコメントしないで去っていく人もいるんですねこっそり来てこっそりいなくなった何を思ったのでしょうか
面白い。ありがとうございました。びっくりです。審査員、ふーん、この人が、ね、何だったんだろう、わかんない、何を思ったんでしょう。チームジーンの力も大きいですねってコメントがね、ちょっと下の方に行ってしまいましたが、ありました。本当にありがとうございます。ジーンさん多分いらっしゃると思うんですけど、私は気軽にコメントして楽しもうとしただけで、お邪魔しただけだったんですけど、まさかそれがこんなちゃんと続くというかね、行き来するルームの人たちが行き来するような交流になるとは思わず、私も嬉しかったです。今週の面白&良き出会いでした。ありがとうございます。何の審査をしたのだろう、摩天楼聞きたかっただけだったりして。そんなことはないと思うけどね、何だったんだろうね、さっきの一瞬は不思議です。あ、嬉しい、京都マサさんのファンレベルが10に上がりました。初めて、ありがとうございます。初めて突破です。突破隊が379人になりました。ありがとうございます。すごい、すごい、なんかとんでもペースで突破隊も増えてますよね。ありがとう、嬉しいです。ぜひ次も突破隊になってくださいね。来月もお待ちしております。ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。コメントありがとう、嬉しいです、感謝です、ありがとうね。摩天楼までその手伸ばして掴もうとしているものは、いい曲だよね、摩天楼大好きだわ。やっぱりこんばんは、やっほー。なんてたてアイドル、配信開始されてましたね、 AKB さんカバーの。ゴイゴイスね、イベント多分だけど6位フィニッシュっぽい感じでしたよね、雰囲気多分だけど。うん、やばすぎです、ありがとうございます、感謝です、ありがとう。6位でしょう、6位かな、6位だかな、ありがとうございます、びっくりです。本当に何が起きているんだ、ありがとうございます。なんて言ったって社長やばい。それ何なんだろう。何なんだろう、6位満足、満足に決まってるじゃないですか。てかまずそんな順位になれるとも思っておらずなんですから、私本当に一本満足、まあまあ満足で、それは。こんばんは、やっほー、こんばんは、にです。初めての方もありがとうございます。初めましての方、二度目ましての方もたくさん来ていただきありがとうございます。茶毛温泉の大竹ひとみです、よろしくお願いします。ゆったりまったり配信させていただいております、普段は。はい、ありがとうございます。あのすいません、また私のことを置いてコメント欄が進んでいくのですが、でもなんか言えそうな言えなさそうな、なんかコメントもちらほらちらほら。ちゃんとダムでカラオケやってるのか、うん、それはねちゃんとやってますから、カラオケのこのカラオケのルームにはいますけど、カラオケ機能を使って歌ってます。はい、なんてたってアイド。なんだっけ、なんかこの前披露してましたよね、ちらっと見ました。
やばすぎ、絶対に読めない絶対に読めないな、それっていう。あ、ザワさんのファンレベルが10に上がりました、ありがとうございます。8ヶ月連続の8回目突破隊が380人になりました、ありがとうございます。すごい、いつも応援ありがとうございます。380突破嬉しいです。ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いします、ありがとうございます準備期間ギフト7位、11ギフト2位、やば。準備期間ギフトのやつも7位絶対得点あったでしょ、それも意外と結構ちゃんといい感じじゃなかった、7位。11ギフト2位やばすぎ。11ギフトに絞って投げてくださってた方もね、それこそコメントしてくれてる UT ゼータさん中心にいらっしゃったと思うんですけど、ありがとうございます。やばすぎ、え、すごすぎ。多分キングリッターにこう偏って、多分ちょっと狙いやすかったとこもあったとは思うんですけど、私が話すとか私がお願いするよりも先にみんながあのそうやってうまく見てやってくださったおかげです、ありがとうございます。11ギフトについては特に集めてなかったのに、そう、でも多分見てくれてたんだと思う。11ギフトって来週にも続くんだっけ。あ、そう、続くんですよね、実は若干。あの今週と来週にかけて同じイベント、同じこの11周年にかかったイベントがあるので、今週がなんか前夜祭スペシャルみたいな1週間だったんですけど、11周年本ちゃんスペシャルみたいなのが明日からのイベントなので、まあ、別に特に他に参加したいやつもないからそう、また同じ感じのやつに参加しますが、あのあんまり順位とかポイントとか本当に気にせず、まあ、今週も先週も先々週も1ヶ月前も同じこと私は言ってますけど、はい、あまり皆さんプレッシャーに思わず楽しんできてくださいね、楽しみにしてきてくださいねだね、言うなら。何にも気にせず楽しそうやから適当に投げてたとか言えない、全然大丈夫だよ、いつも通り楽しんでくれてありがとう、ミラーボールもあ、UFO さんですかね、合ってる発音、ありがとう。ファンレベル10に上がりました、2ヶ月連続の4回目突破隊が381人になりました、ありがとうございます。嬉しい、すごい、たくさん突破隊増えまくり、ありがとう、これからも応援よろしくね、 Thank you、 やったー、ありがとう。ちら、はじめまして、こんばんは、ちら見している茶気温泉の大滝ひとみです、よろしくお願いします。ちょっとイヤホン越しなので音質終わってると思うんですけど、はい、茶気温泉です。え、熊祭りブーストランキング4位に上がってる、え、どうなってるの、ありがとうございます。あれ持ってる人多いのかな、メダル、なんかブーストがかかるメダル、ブーストメダル持ってる人がたくさんいるとしか思えないんだけど、熊祭り4位、突然すぎん。なんかね、あるのよメダルが、それって多分ショーゴールドなのか抽選なのかわからないけど、ブーストメダルっていうやつ持ってると何倍何倍みたいな、それ持ってる人がルームにいると何倍何倍ってなるんだけど、こんないきなり2日3日4日前まで70何位だったのにクマが4位になることってなかなかないんで、持ってる人が多いんかな、私もどうやったらもらえるんだかも全然知らないんだけど、不思議、ありがとうございます。クマのランキングはどこを表示してるのかがわからないね、ブーストメダル私もよくわかんないんだけど、クマキャンペーンのところになんか詳細書いてあると思ってたんだけど、あんまりよくわかんないです。
サンタクマブーストメント、サンタなのかな、わかんない。今見たらチャケちゃん12位だけどさらに上がってたってこと。あれさ、なんかわかんないんだよね、反映されるまでさなんか時間かかるんだかな、なんかわかんないんだけど、私もそのクマのやつさ、ここのランキングで見るのといつも表で見るの違うなって思ってたの。なんなんだろうね、わかりまてーん。わかりまてん。12位でもやばいんですけど。クマを2000個投げるか、多すぎん。抽選でメダルをもらえるみたいだそうです。そうなんだ。溜まってたクマが一気に投げられた可能性はある。まあね、さっきコメントでも言ってたもんね、クマ溜めちゃってたんでとか言ってもらってた方もちらほらいらっしゃったから、そうかもしれないけど。え、待って、クマもわかんない、手元に残ってる。あ、クマはねまだ全然募集中だったと思うけど、あれ今日までじゃないよね、クマ祭りって。そう、27日まで、もうちょっと先まであるよ。そう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 、毎日のミッションでコツコツ集めていくしかないだそうです。また来週も投げれますよね。はーい、まだまだ来週も投げられます。車ではないです、クマです。のぼせてきたのでお先に寝室へ。お疲れ様でした、ありがとう。だいぶ長くいていただきありがとうございます。おやすみなさい。クマはまだ持ってて大丈夫だけど、27日までの配信に投げてほしいから、それまでに投げてほしいから、今日か明日か明後日かし明後日までに投げてください。クマ投げ切っといてください、お願いします。あら、みんなありがとうございます。持ってるクマを投げていただきありがとう。すごい、みんなたくさんクマ持って投げてくださって、うちのルームに、ありがとう。いつはがしさんからお電話、今日ちょっと入室がギリギリだったので40分ぐらいにかかってくる予定、あ違う、40分じゃないや、25分ぐらいかな、25分ぐらいにかかってくる予定だから、そろそろかな、わかんない、まだ10分15分ぐらいしか経ってない気がするけど、もうそろそろもしかしたらお時間ですって言われるかも。はい、そろそろですね。あとさ、あの審査員さんが来てくれたタイミングでめちゃめちゃクマ投げてくれてたの、なんかケンさんだった気もしなくもないけど、ありがとうございます。その時に読めなくてごめんね。多分他の方も投げてくれてた気がするんですけど、あのタイミング歌ってたのもあって盛り上がったのもあって、なかなか読めずでごめんなさいでした。ランキング読みでまとめてになっちゃうけど、スマソンです。こんばんは、ヤッホー、こんばんは、にです。チャキ温泉さんは今日はあのここからカラオケルームから配信してるので、お時間でその電話が来ちゃうのでそろそろ終わりにしちゃうんですけど、ありがとうございます、今日も来ていただき。チャケちゃんが動いてる、はい動いてます。はい、たまにはね、たまにはねじゃないのよ、ラジオの方がたまにはねですから。昨日はちょっと体調が危うかったんですけど復活したので。駅は次回だね。え、それね、駅のカラオケやんなきゃってずっと思ってはいたんですけど、ちょっとねやっぱりイベント最終日にバラード曲がね合わなくて、いつも避けてしまうのよね、ごめんなさい。また来ていただいた時にその昭和歌謡系とか私の好きなバラード系を歌いたいと思います。突破隊の皆さんお疲れ様でした、ありがとうございます。本当に1週間ね応援していただき、明日からもまた楽しみに配信見に来てください。今日は第2部ないです。はい、チェケちゃんが体調良くなってよかった、本当にありがとうございます。本当になかなか昨日は熱あって、実は
配信終わった後に熱測ったら7度あって、私は基本平熱が低いから、あ、結構やばいかもしれないと思って、これ悪化したらどうしようと思ったんだけど、7度がそう出ててやばいってなって、でもうなんかおかんがみたいな、寒いし頭痛あるしこれやばいんじゃないと思ったんですけど、そのまま寝て布団かぶって寝て起きたらなんかすっかり治ってました。ただの疲れだったみたいですびっくりしました。そして今日は普通に6度台に戻ってたんで、6度2分になってたんで、ただの疲れでしたね。はい、明日もしっかりお仕事なので頑張りたいと思います。皆さんも平日、明日月曜日ですけど一緒に頑張りましょう。ということで今日もありがとうございました。今週もイベント本当にたくさんありがとう。300万ポイントオーバーになるとは思っておらず、ガチイベみたいですごいなと思いました。ありがとうございます。では壇上読んで終わりにしたいと思います。ありがとうね皆さん。ではでは、13位から鍋トラさん、ありがとうございます。12位うちさん、ありがとうございます。11位京都まささん、ありがとうございます。10位ゆうきたん、ありがとうございます。あ、待っててね突破隊。9位じんさん、ありがとうございます。8位くにひろさん、ありがとうございます。7位きゅうりやさん、ありがとうございます。6位ペンスさん、ありがとうございます。5位小次郎さん、ありがとうございます。4位ヨッピーさん、ありがとうございます。そして3位モッチーさん、ありがとうございます。そして2位ケンさん、ありがとうございます。そして1位は UT データさんでした。ありがとうございました。 Thank you、 ありがとうございます。ありがとう。そして突破隊が今増えました。プエルさんのファンレベルが10に上がりました。初めてだっけありがとうございます。初めて突破、突破隊が382人になりました。感謝です。ありがとう。ぜひぜひこれからも突破隊になってください。よろしくお願いします。ありがとうね。Thank you. お疲れ様んさでした。おやすみなさい。ありがとう。バイバイ。おやすみ。じゃあねー。